菊川市。菊川市は、静岡県の東園地域にある都市である。2005年、平成17年1月17日、小笠郡の菊川町と小笠町が合併し誕生した。スローガンは、緑次世代人と緑産業が未来を育む町。気候は、総じて温暖で、深蒸し茶の里として知られる、茶産地である。茶業のほか、茶ばさみや茶摘み木。 自動車関連部品、精密工作機械などを生産する企業が立地する工業都市でもある。菊川市に駅前を中心とした市街地が形成され始めるのは、明治維新後に人々の往来が村の境を越えて自由になり、旧国鉄東海道本線が開通して、菊川駅、当時は堀の内駅が開業されてからである。その後、現在では、 廃線となった堀の内軌道が地域を縦断し、現在の県道三十七号線沿いが市街地化され始めた。静岡県の西部地方、遠州東部イコール東園に位置し、市の中心を菊川が流れている。鉱石予時代にはこの周辺は、牧野原と小笠山に挟まれた海であり、徐々に隆起し、菊川平野が形成された。北側は、 勝るル山に代表される山地になっており、東側は牧野原大地の一部を占める。西側には小笠山に連なる山地が張り出しており、市の中心部から南側に向けてかつて上東平野と呼ばれた菊川平が広がっている。この地域は江戸時代にはほぼ開墾されていたが、慢性的な水不足に悩まされ、現在は大井川から取水した水が菊川市の水源になっている。 旧小笠地域は、静岡県内でも、最も晴天率が高いという調査結果があるように、古来干ばつに見舞われてきた歴史がある。現在では、田畑の都市化により、増水時の河川の流量が増え、水害の危険性は依然として、高いと言われている。市内を流れる菊川が、旧菊川町の名称の由来になった。菊川の名称の由来は、菊川を参照。 古代よりこの周辺には人が生活していたようである。近年の遺跡の発掘で大規模なものには、弥生時代後期の観光集落である東、原大跡がある。出土した柱や、鉄器類等は、中央公民館に展示されている。それ以外にも横穴式住居跡など、多くの遺跡が散見される。アスカ時代の律令制のもとで、唐とう国が置かれると、それに属した。 古墳時代の大化の改新の後、北部に荒木号、東部に川上里、南部に高橋号が記録に残っている。中世には、付近一帯は荘園であった。当時には、本所、半税、法文明など、荘園であったことを示す地名が残っている。平安時代末期から、源氏の系統の横地氏が、横地城を築き横地周辺を支配していたようである。また、 工藤氏の流れを組む内田氏が、高田大屋敷を拠点に、内田周辺を支配していたようである。両者とも、鎌倉時代には、鎌倉幕府の御家人として長くこの地域を支配したようである。室町時代においても、唐と海国守護であった今川氏のもと、国人となった横地氏がこの地域を支配していた。しかし、 15世紀半ばになると、とうとう海国守護が芝市に変わったことや、応仁の乱の勃発により、横地氏は芝市に接近し、今川義忠に背いた。このため、今川氏の討伐を受けた横地氏は滅亡し、この地域は今川氏の支配下に入った。しかし、今川義忠は帰国の際に、潮海坂で横地氏の残党に襲われ戦死した。後に、 吉忠のこの今川氏地下が吉忠を弔うために、塩海坂に聖林寺を建立した。この頃内田氏は、本拠地を岩見国に移したようである。1504から20年頃、今川家臣の松井新茂が、下日向に、堤城を築城し、この地域を支配した。松井新茂は厚く、仏法を信じ、同地に、相統州の孵化や聖流院を建立し、 玄掛川市格和の永源寺から二聖天安王賞を招いて解散した。清流院には新茂夫妻の遺廃が安置されている。下、日向河丹のう道にある十三仏は、新茂夫妻が建立した、随泉寺が廃寺となった際に移したものであると言われている。戦国時代後期になると、今川氏の滅亡により、徳川氏と武田氏が領有を争う。徳川軍は、 武田軍に落とされた、皇天神城の攻略のために、天正七から八年頃、1579から80年頃、峰谷、に獅子が花砦を築き、大菅安隆が守った。1581年に皇天神城が落城すると、再び、徳川氏の支配下に入った。1590年の徳川氏の関東違法により一時、豊臣氏系の領主に統治者が変わるものの、 関ヶ原の戦い以後は再び、徳川氏が支配した。徳川家康と武田勝頼が皇天神城をめぐって戦った時には、この周辺からも徳川方として、武士たちが皇天神城に籠場した記録がある。その武士の一人に、後の黒田大官の先祖にあたる黒田義則がおり、皇天神城が落城した時に機能している。現在残る黒岳大官屋敷の前身は、もともと、 今川家臣だった、黒田義則が、A6 年間に築いた館である。また、相良を起点とし、長野県に至る潮の道の通り道であり、旧小笠町の川上やいくつかの寺社等には、潮の市場があり、潮の交易が行われていた。前述の今川義忠が戦死した塩海坂も、その潮の交易ルートと死の地名が残っているものである。この潮の道による縁が、 旧小賀社長と長野県小谷村の姉妹都市提携のきっかけになった。この潮の道は今川氏真による武田信玄への潮止めと上杉謙信の敵に潮を送るの逸話に関わっている。近世においては幕府直轄領、大名領、旗本の地療地が点在する地域であった。当時の記録には村ごとに様々な領主の名前が見られる。菊川水系全域では おおよそ4万国以上の生産力があったが、幕府は統一的に支配する範を置かず、旧菊川町域だけでも33の村が19の領主に分割されており、一つの村が二人以上の領主に分割統治されていたところも多かった。この地域に地業を持っていた大名で著名な者としては、相良藩主、田沼沖継ぐなどがいる。このように多数の領主に分割統治されていたため、 菊川は河川改修などが進まずとしかもされなかった。一方で、農民たちの生活は村の境を越えて物資の往来を行い、掛川まで物資を求めていた記録がある。生活権と政治権の矛盾が、この頃の大いなる課題であったようである。また、近世に入る時期に前後して、三浦行部部親子により、鴨モ用水が中条右近太夫により、三ネタ用水が引かれ、 農業生産工が大いに上がったとされている。溶水の工事を中条右近太夫が徳川家康に直訴したと言われるのも、領主の混在により村の境を越えるような大規模な工事は幕府権力を持って行うしかなかったからである。昭法2年1645年1月、本田忠都が死去し、その諸子であった本田漬久が別件を起こして、下日向川周辺を領すると、 ミネタに土着式のをしていた黒岳が大館に認じられた。黒岳が居住した黒岳大館屋敷は減損し、国の重要文化財に指定されている。幕末になると、時代の変化がこの地域にも影響を与え始めているのが記録から垣間見える。天保期、一1830から1844年以降、度重なる水害などが農民の生活を圧迫し始め、 村々の水争いすら調停できない領主や村役人の権威は次第に低下していった。1837年に大塩平八郎の乱が起きるが、この時の反乱を起こした民衆側の激文が上尾村の松下家にもたらされている。これは領主の境を越えた民衆の情報伝達ルートが全国に張り巡らされていた子を示している。 1853年のペリー来航の際に、この地域の漁師の一人であった、青山下野守が、江戸表の警備を幕府から命ぜられ、菊川地域の農民から弓や鉄砲は使えるものを徴用しており、平農分離、身分制度の崩壊が始まっていたことを表している。1865年の幕府による徴収制伐は、この地域にも大きな経済的負担を与え、 民衆の不満は、ますます高まっていった。1868年に、母親戦争が勃発すると、翌年にはこの地域も、新政府側か、幕府側か、どちらにつくかの選択を迫られている。これにより、浜松藩、掛川藩、横須賀藩、相良藩は新政府側につく受け書を提出しており、農民たちも、勤労の受け書を提出している。農民たちは新政府軍のために、 物資の輸送を行い、兵隊として軍に加わった農民もいる。明治維新により1868年5月、静岡藩に編入し、1871年5月の廃藩地県で静岡県に移行。1871年12月に静岡県の分割により浜松県に編入され、その後1876年8月に浜松県が 静岡県に合併された。明治維新により、この地域は、初めて一つの支配機構のもとに統一されたと言える。明治維新後、無録となった氏族や大井川の川越人族らが、牧野原大地の開拓のために入植を始める。牧野原に移住してきた氏族には、徳川義信を護衛してきた、精鋭隊、後新番組の中条影明、大層光従、松岡万屋、 後の初代静岡県知事になる、関口隆吉などの名前が見られる。この他にも、将棋大山党の大谷内隆五郎や佐良藩の、金番組などがいる。もともと幕府直轄領であり、未開の原野であったため、移住自体は、問題なく、進められた。この移住には、松岡万や関口隆吉が構想し、中条が、山岡鉄州や静岡藩の中郎である。 大久保一王、第三次の平岡道博、反省補佐の勝海舟らと相談して決めたようである。氏族は、開墾法として法禄が支給されたため、開拓は、大いに容易になったようである。これが現在に続く、牧野原大左園となった。入植は1869年から始まり、全くの原野であった牧野原大地は1878年の、 大葉様静岡県令の上申書によると、200ヘクタールが茶畑となっていたようである。この開墾事業は、全く順調に進んだわけではなく、士族と農民の入会地をめぐる争いや、士族の離農など様々な問題を起こした。坂本龍馬を暗殺したとも言われる、今井信夫も、後に、牧野原に移住してきている。1873年に前年に発布された、 学生のもとに、この地域に学校が設立された。1874年には奈良の村に、この地域に、初めて郵便局が設置され、道村の咲坂聖太郎が局長に就任した。この奈良の郵便局は1890年に、堀の内駅の開業に合わせて、堀の内郵便局が開局するまで重要な局所となった。同年、1872年に布告された。 徴兵の御事乗りにより、牛淵村から後島又基地が徴兵され、1877年の西南戦争で戦死している。もともとこの地域は東海道の街道筋から外れており、開港や宿場町もなく都市化は大きく遅れていたが、1889年に東海道本線、静岡駅浜松駅間が開業して以降、菊川駅開業当時は堀の内駅を中心に、 市街地が形成されて発達していった。堀の内駅が開業されると、駅への地域道路網が必要とされ、池に行った方面への道路が急速に整備された。この大工事には、周辺の村の予算の2.3割が使われたが、これにより、堀の内を起点とした、この地域が急速に発展していった。まず、駅の開業に合わせて、商社、物流、金融、不動産、酒屋、 タバコや、小物や、動物や、旅館、新聞屋等次々と商店が立ち並び、芝居や寄せが興行するにぎわいを見せたと言われる。現在の菊川市の発展には、東海道本線の敷設が、大いに寄与したことは、間違いないが、東海道から外れた菊川に、鉄道路線が敷設された理由には、様々な説がある。その東海道線の敷設に尽力した初代静岡県、知事、 関口隆吉は、菊川の月岡に今日構えていたこともあるが、東海道線の開業した1889年に、東海道線での列車事故が元でなくなっている。1899年には、上東馬車鉄道、後の堀の内軌道が開業した。開業当初は、堀の内駅の乗客数の8万人強よりも多く、年間で9万人強が利用し、しばらく後には、 貨物も取り扱うようになり、堀の内はますます発展していった。特に大正から昭和初期にかけては、地元の茶を買い付けに茶商が多く訪れ、商店や旅館、遊郭などが整備された。この頃、菊川駅前には茶を扱う倉庫群があり、その一つが赤レンガ倉庫として今も残っている。減損する赤レンガ倉庫は少なくとも1930年代。 以前に建築されたものである。専門家の調査では100年以上前に建てられた建築物だと言われている。1926年の堀の内駅の貨物取扱量を見ると、バラ製品の発送量が5000トン、米が3000トン、茶が2000トン、柑橘類が500トンなどである。工業製品としては、瓦の500トン、機械類の500トンなどが目を引く。1912年に、 小笠高校の前身である、群立静岡県小笠農学校が創立された。農業を盛んな地域にもかかわらず、岩田や森、藤枝まで行かなくては農学校がなかったため志願者が殺到し、1920年代初頭には入学試験の合格率は4割を切った時期もあったようである。それほどこの地域では農業が盛んだったようである。また、農業。 生活の振興のために、菊川の河川改修はこの地域の人々にとって悲願であった。しかしながら、河川改修を進めようとしていた、関口知事の事故死や、村々の意見対立によって、計画は進まず、関東大震災の復興のために後回しにされたり、したが、地域の名士の運動や、菊川出身の松浦五平守衆議院議員の後押しもあり、1 9 3五年に、 やっと本格的に国の直轄事業として河川改修計画が進んでいくことになった。明治期から昭和初期にかけて、菊川の水防活動等で、下平川の宮城佐平、下、内田の杉山平へ、峰田の鈴木木楽の三名が亡くなっている。1894年の日清戦争では、この地域から兵士が出征している。 旧菊川町域だけで83名が出生し、4名が占領死している。1904年の日露戦争では、旧菊川町域で334名が出生、占領死者は30名である。第二次世界大戦では、菊川市全域でおよそ千名ほどが各地で戦没している。第二次世界大戦末期には、牧野原大地に、 大い海軍航空隊の飛行場があったこともあり、古谷や丹野ではアメリカ軍の爆撃で死者が出ている。戦後は大規模な工業団地と宅地の造成を組み合わせ、1969年の東名高速道路の開通時には、菊川インターチェンジの誘致にも成功するなど、農業と工業の並存する都市として発展を続け、平成の大合併により2005年1月に、 小笠町と菊川町が合併し、菊川市が誕生した。お前崎方面への玄関口としても知られており、2009年6月には静岡空港が牧野原大地に完成し、2011年1月には午前機構から牧野原倉沢まで抜けるバイパスが共用開始された。菊川市の位置する静岡県西部は、 自動車産業をはじめとする工業が盛んな地域でもあり、工業の発展とともに外国人労働者を数多く受け入れてきた。かつて、合併前の小笠町の時代には町民の7人に1人が外国人であり、菊川市誕生後も11人に1人が外国人という高い外国人比率であった。しかし、近年の不景気により外国人の流出が顕著に見られている。 これからの自動車の EV 化により、市内の多くの中小企業がさらに影響を受けるものと見られており、産業の改革が求められている。市中心部においては、合併に前後し市内の鴨から奈良のまでを縦断する県道のバイパスが共用開始になり、大手の商業施設等が建設され始めた。また、2013年には建設が進められていた奈良の市も、 日川間も共用が開始された。2017年現在もバイパス新庁工事が続いている。最終的には市内、高橋付近で原道に接続する計画になっており、小笠地区の生活道路の交通安全や物流の活発化への期待がされている。また、バイパス工事や企業誘致の一方で、駅前の再開発に拒否を投じたものの、 前期の郊外型大規模商店の進出などにより、駅前商店街など、旧来の商店街は衰退の一途をたどっている。駅前の再開発には、道路拡幅後の移転に伴い、商店が廃業し、住宅地になってしまった場所もある。菊川駅東側に、JR 東海道線をくぐる道路が建設されたが、JR への数十億円の保証金が必要なトンネル建設工事が、 本当に必要であったのか議論が必要である。菊川市には、これといった大きな観光地等がないため、近年は年々観光客数が、前減傾向にある。一過性の観光イベントよりも、市の定住人口を増やす施策が求められている。しかしながら、近年において、菊川市北部の倉沢地区で、千賀町と呼ばれる棚田を復興しようとの動きがあり、注目を集めている。 この棚田は、静岡県棚田東柔線に選ばれており、その中での他の枚数では、県下一を誇っている。なお、菊川市の実質交際比比率は、21年度決算において、牧野原市に次ぐ県内ワースト2の19.3%で、あり、行財政改革が推し進められている。市の借金総額は、近年少しずつ減ってはいるものの、現在200億円程度である。 財政規模は180億円程度で、自主財源比率は60%弱と、財政基盤は決して強いとは言えない。市政、町村政志向以前に存在した菊川村は、現在の島田市菊川、菊川市倉沢とは、島田市神谷城を隔てた菊川の上流に位置するであり、菊川市とは関係がない。歴代市長都市基盤整備。 2017年2月27日現在、平成30年5月11日現在、菊川市では町内会組織を実地会と称し、以下に示す11地区128組織が存在する。旧小笠町は合併により町内会から実地会に変更された。長部地区の新通と日向川地区の新通りは同名の別組織。また、 各地区の代表による、菊川市連合自治会が存在する。市内全域が、NTT 西日本静岡支店の営業区域である。市外局番は、市のほとんどの地域で0537であるが、市内北東部では0547、0548を使用している。東欧系によると、菊川市の農耕商業の生産額は3000億円程度である。そのうち80%弱が、 工業20%弱が商業、農業は10%に満たない。最も生産高が高いものは茶である。それに続き、加工農産物、野菜、畜産、米、柿等が主に生産されている。主な農産物直売所としては農協が経営しているミナクル市菊川店がある。近年は茶化の低迷により、 社農家や、茶化工業は大変厳しい経営状態となっており、作目の転換などを推し進める流れが出てきている。農家の経営規模も、いくつかの大規模農家が、集約化を推し進めており、それらの動きが注目されている。市内の工業団地には100社以上の企業が、立地している。主に自動車関連部品や精密工作機械等で、その下請け企業も数多く立地している。 工業団地、かつては、菊川駅前商店街や、平田商店街などが賑わっていたが、自動車の普及とともに、郊外の大型店舗に客足が流れている。鴨も地区に幹線道路が整備された近年では、その幹線道路沿いに飲食店等が進出してきている。炭焼きレストラン爽やか発祥の地である。 本社事業所、市内の菊川市立菊川学校給食センターで一括調理を行い、市内の幼稚園、小学校、中学校に配送して、学校給食を行っている。その他、東海道新幹線が、静岡駅掛川駅間で当資を通過している。視聴者警察署消防署、政治科学術産業作家芸能スポーツ、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。